どうも皆さんこんにちは、キャベツです。ということで、今回ご紹介するのは強すぎるゲーム史上最強のラスボス、裏ボス。皆さんの身の回りにもボスがいるでしょう。そんな人たちを思い浮かべながら見てみてください。エリザベスとはゲームアニメ「ペルソナ3」の登場人物、青いエレベーターガールのような姿をした女性。ゲーム史上でも稀に見る超強力な隠しボスの一角として、プレイヤーに語り継がれるみんなのトラウマでもあります。その圧倒的強さとミステリアスな外観、それに見合わぬエキセントリックかつ世間知らずな言動による強烈なギャップがファンの間で大ヒットし、個別コミどころかまともな個別イベントすらないにもかかわらず、爆発的な人気を生むことになりました。実際その強さは異次元、ラスボスを倒して最強装備、最強ペルソナ、最強レベル。ここまであっても何も知らなければ一瞬でボコボコにされます。無慈悲に襲いかかるのは、味方の最大 HP が999なのにダメージ9999、メギラドラゴンという死ぬが良いな攻撃。理不尽であります。プレイヤーがある特定の行動をすると、容赦なくダメージ9999のメギドラゴンが叩き込まれる仕様。その特定の行動というのが、1、仲間がいる場合、2、反射不要、3、ハルマゲドンを行った場合、初見で仲間を連れて行ってはいけないの部分など、無効以上を持つペルソナを連れて行ってはいけないに引っかからないプレイヤーはまずいないと言ってもいいでしょう。初見殺しにも程があるな。そんな彼女の理不尽的なメギドラゴンの強さにより、トラウマを植え付けられたファンの間で使用された、いわゆる二次創作ネタの一つ、メギドラゴンでございますという言葉がファンの間で使われるようになった。一修羅はデジタルデビルサーガー、アバタールチューナー。こちらチボの晩餐などの技で有名な RPG 上最強の隠しボスとして登場しました。その力はエリザベス同様圧倒的。最初に撃破するまでには発売から数週間を要したほど。実スキルの選択次第では初っ端から全滅させにかかる上、ただでさえ全体即死攻撃を連発し、全く勝負にならないため、行動パターンの把握は必須。味方を極限まで強化し、攻略法を確立しても全滅の恐れが多々ある強敵であることから、歴代 RPG 最強のボスと話題になるほど、毎回のように名前が登場しています。その反則じみた強さから RPG 史上最強のボスと称されることも多い一修羅。現在はハメ攻撃が発見されており、若干攻略難易度が低下しましたが、それでも十分レベルを上げておかなければ瞬殺、開幕から味方全員が即死することもあるのです。あらゆるスキルを保持していようとリアルラック、言うたら運がなければ絶対に撃破不可能な点が RPG 史上最強のゆえんでしょう。テッドブロイラー、スーパーファミコン用ソフトメタルマックス2および DS ソフトメタルマックス2リローテッドのボスキャラ。初登場はメタルマックスシリーズ2作品目、メタルマックス2。本作における最強の賞金首モンスターにしてバイアスグラップラー四天王の筆頭。巨大な火炎放射器から繰り出す強烈無比な火炎攻撃が得意技のボス。ゲーム的にはラストダンジョンでラスボスの前座として戦うボスというよくある立ち位置のボス。しかしデータ的な意味でも、ストーリー的な意味でも、プレイヤーの心情的な意味でも、そのインプットはラスボスをはるかに凌駕する。初登場から10年以上経過した今でも、ファンの間でその名を轟かせ続けるメタルマックスシリーズを代表するカリスマキャラの一人。数少ない倒さないと先に進めないボスであることから、こいつに勝てずにクリア目前で投げたプレイヤーも多数いるでしょう。必死に戦うプレイヤーの心を叩き折るマンダードリンクの叫びに心をへし折られたプレイヤーは数知れない。そのため正当法で倒すことがメタルマックス2の基本的なやり込み要素の一つとして知られます。もともとは戦車戦闘が可能だった予定だったらしいんですが、マップデザインのミスで戦車をテッドブロイラーのところまで持ち込むことができなくなり、そのための白兵専用の調節がされる前に世に出てしまったためであると言われています。それが結果的に今日に至るまでのカリスマ性を確立させたのだから、世の中何が交渉するか分かりません。しかしこれは関係者のツイートによって情報は誤りだった模様。こんなテッドブロイラー、18年後にリメイク版が登場。彼はリメイクとともに蘇り、我々のドラマも蘇ることに。ド M でマゾのあなた、やってみてはいかがでしょう。セフィロスはファイナルファンタジー7の主人公クライド・ストライフの宿敵。その存在感、カリスマ性はプレイヤーに強く印象を残しました。武器は身の丈をはるかに超える長刀、政宗を扱うクールなセフィロス。本編のラスボスとしてはその強さを存分に発揮はできませんでしたが、その分キングダムハーツシリーズにおいてはソルジャー時代の普通じゃなかった強さを再現するかのように圧倒的な戦闘力を見せつけてくれることになりました。ファイナルファンタジー7ではナイツ・オブ・ラウンドなどによるダメージのインフレによって微妙な強さのボスになってしまっていたセフィロスですが、キングダムハーツでは極めて強力なボス、圧倒的な攻撃力に加えて長いリーチを持ち、こちらの HP と MP を激減させる心ない天使などの凶悪な技を使うといった悪意さえ感じるボスとして登場しています。キングダムハーツシリーズにおいてはストーリーには関わらない隠しボスとして登場。その強さはそれぞれの作品の最終ボスをはるかにしのぐほど、キングダムハーツシリーズでは原作とは違い、クラウドの闇という存在として登場しました。いろんな意味で謎だらけの存在となっているセフィロス。ルビーウェポン、エメラルドウェポン。ルビーウェポンとエメラルドウェポンはまたもやファイナルファンタジー7に登場するウェポンの一体、インターナショナル版で追加されました。ルビーウェポンは戦闘開始時では無敵状態になっており、プレイヤー側に戦闘可能なキャラクターが1人になるまでこの無敵状態は解除されないという恐ろしい特性を持ったボス。ファイナルファンタジー7インターナショナル版でセフィロスがメテオを召喚した後、眠りから起きた異常に強力なエメラルドウェポンとルビーウェポンはただクラウドたちに地獄を見せることに全力を尽くします。海底を徘徊するエメラルドウェポンを倒すためにはまず20分という制限時間を潜水のマテリアで解除しなければなりませんが、100万もの HP を少しずつ削り続けるのはいつでも死の危険を伴う大変な作業。一方、ルビーウェポンは異様に高い防御力、極端な攻撃力、そしてパーティーメンバーを戦闘から強制除外する能力を持って確実に挑戦者たちを抹殺。両方のウェポンを倒せた人は他のゲーマーから一目置かれる存在になったという伝説が残っております。そこの石見られる子、ルビーウェポンとエメラルドウェポンを使って君も学校のトップに上がれ。ダイヤモンド・ドレイク。ダイヤモンド・ドレイクとはウィザードリー・ディングルに出てくる隠しボス。理論上勝てるが、自称を含むあまたの廃人が正気の沙汰ではないとサジを投げた裏ボスです。絶対に倒せないボスというものがウィザードリーには存在。しかしこいつは倒せるボスにもかかわらず、ウィザードリー界 RPG 界最強の名を欲しいがままに存在している最強のボスです。人知らダイヤモンド・ドレイクは RPG 史上最強の2体として桁外れにずば抜けている存在。このゲームは前衛の HP は250程度、後衛なら150くらいの加減でクリアが可能なんですけれども、隠しダンジョンの雑魚敵の1匹1匹がラスボスの2から3倍の強さを誇っています。一発殴られると前衛でも死に、ダメージに耐えても首が飛んだりします。そんな中、ダイヤモンド・ドレイク、こいつのダメージは一発せい。まあ仮に HP を1000まで上げたらこの時点で非常に満足できるので、ここで今作のゲームの区切りをつけるのが一般プレイヤー。仮に1000を超えて2000まで鍛えとする。すると彼のダメージには耐えられます。ダメージには耐えられるけど、その後首が飛んで一撃し、即死を防ぐ防具をつけても首が飛びます。ダイヤモンドドレイクの手下ダイヤモンドナイトも似たような攻撃をしてきます。ナイト3体とドレイクの攻撃で6人中4人が一旦で死にます。もういや、こんなゲームやるかと言ってこのゲームを投げ飛ばす。これがこのゲームのいいところということで、いかがだったでしょうか。ゲームって本来息抜きにするものなのに、こんな裏ボスたちによってイライラゲージが溜まってしまう。俺は一体何のためにゲームをしているんだ。感じざるを得ないほどに強すぎるボスたち。皆さんも今まで戦ったボスたちをコメントで教えてください。ではチャンネル登録、Twitter、Instagram の登録もお願いします。ということで次の動画で会いましょう。